コメントで参加して一緒に会話してくれたらすごく嬉しいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速ですけども、あ、エルちゃんやっほーありがとうございます。こんばんは、ゆず、よろしくお願いします。はい、そしてあ、ズッキュンバッキュンさん、ゆずさんこんばんは、ということでこんばんは、ゆずありがとうございます、よろしくお願いします。そしてあ、清水さんこんばんは、ゆずありがとうございます、よろしくお願いしますはい、ということでですね、あのちょっと急遽始まってしまいましたが、あのおちゃんこんばんは、ゆずありがとうございます、お願いします。そしてあ、えなさんこんばんは、ゆずありがとうございます、お願いします。あ、まさふさんこんばんは、ゆずよろしくお願いします、ありがとうございます。はい、そしてあちみちさんこんばんは、ゆずありがとうございます、よろしくお願いしますそしてあ、だたねさんこんばんは、ゆず来てくれて嬉しいです、お願いします。はい、あ、かなさんこんばんは、ゆず、おつゆすさまです、ということでおつゆすさまです、ありがとうございます。そして連日おつゆすさまですということでありがとうございます。皆さんも、今週も1週間ね、まあ今日はまだ木曜日ですけど、まあ明日もねあると思うので、はい、ちょっとだけ付き合ってくれたらなと思います。はい、ちょっと寒い、ちょっとほっぺが、ここ外じゃないですね、外ではないです、自主的にだから赤いだけかもしれないです。はい、そしてあ、みなこんさんこんばんは、ゆずありがとうございます、よろしくお願いします。そしてあ、おのとつさんこんばんにゃ、ありがとうございます、お願いします。そしてあ、たにちゃんこんばんは、こんばんは、ゆず今日もよろしくお願いします。はい、ということでみんな続々と集まってくれてすごい嬉しいです。はい、私はですね、先ほどまで編集をしておりまして、で、まあちょっと声出しをして、うんとか言って、声出しをしてからちょっとショールームをよし今この時間にやろうと思って、でも結局なんやかやこんな時間になってしまったわけなんですけれども、今日のお召し物はなんかシックな感じですね。あ、今日はそうですね、なんかこんな感じです。はい、こんな感じの黒い装備で、たまにはちょっとね、黒もね、ちょっと秋だし着よっかなみたいな感じで着てます。明日から北海道、あ、そっか、ライブプロフェスだからだね、フルーティーさんとかね、てかもう日本全国いろんなアイドルさんが出演されるあのライブプロフェスですね。はい、今日もあらかわいい、あ、たねちゃんありがとうございます。はぁ、ということで、マジ今ね思った、目薬さしてくればよかった。なんかね、あのずっとパソコンを見てるとね、目がシパシパしてくるじゃないですか、さすがにずっと長時間見てるとね。だからなんか目薬は大事だと最近思っている。うん、あきらさんこんばんは、ゆず今日もお疲れ様ですってことで、大好きだよって、 ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、大佐さんこんばんは、ゆずありがとうございます、お願いします。いいね、お姉さん素敵、お似合いです、黒もいいですね。そうですかじゃあたまにはちょっと黒もね着たいと思います。目薬してない、そう、なんか目薬ってね、あのちっちゃいじゃないですか、サイズ感が。だからあのなんかいろんな場所に私目薬を入れてるんだけどね、全然刺さないからね、正直全然なくならないです。そういえば、あ、ゆかだちさんこんばんは、ゆす、よろしくお願いします。そしてあ、サミーさんこんばんは、ゆす、ありがとうございます、よろしくお願いします。そしてあ、サイサイさんこんばんは、ゆす、あ、おはようございます、あ、よろしくお願いします。はい、いやー、まあその目薬もそうなんですけど、今日も編集をね、ちょっと次、ラッキーアイドルパスボリューム13の、西日本版がですね、10月の19日の名古屋遠征に、あれ言っていいんだっけ、いいんだよね、いいんですよね、あれ合わせて、編集をしているわけなんですけれども、はい、目薬すると口開いちゃうタイプですか。お、いや、開かないです、別に目は開けますけど、あんまり無理しすぎないでね、あけらさんありがとうございます、全然大丈夫なんですよ。新メンバー頑張ってますかね。あ、そうです、今日は私とその新メンバー3人が一緒だったんですけども、その先週、先々週、いや、もう、うん、
先々週ぐらいからですかね、新メンバーのみんなが、まあ、お披露目になる前から、私はそのあもちろん会ってて、それで編集を、少しずつ教えていたわけなんですけども、そうだな、一番最初に教えたことはアイドルパスの編集の流れをストーリー仕立てにまず説明をしたんですね。なんか最初になんかどんなことするかとかさっぱりわからないじゃないですか。だからこういうことをやって、こういうことをやって、これにはこういう担当の人がいて、ここはこういう役回りでみたいな、で次にこうしますよみたいなことをまず教えて、でその後に1ページの原稿ができるまでの流れをなんとなく説明した後に、まあ、その後にちょっとやってもらった方がいいかなと思って、まずラフの書き方を教えました。あとはそうですね、なんか整理整頓の仕方も教えてあとはいやでもいろいろでも やりましたね。思えば細かいことはねポンポン出てくるんだけどね、めっちゃ細かいことから、そうちっちゃなことから多分人ってやった方がいいと思うんですよ。多分ユスもそうなんですけど、何か大きなことをボンって渡されたら、それ誰でもねみんな大変そうだなと思っちゃうから、多分ちっちゃなことを一個ずつクリアしていくと、なんかすごい嬉しい気持ちになると思うから、実はこれにはこの作業は実はこの雑誌のこの部分に実は必要なことだから、すごい今これがね大切だからこれからやってみようってなると、あ自分はここに向けてこれを一個達成したら一つこう力になるんだなって、こう人って実感しながらやるとこうモチベ上がるじゃないですか。だからそう、最初は流れとなんか歴史じゃないけど、そういうのを教えた後にそこに向けてのこれですよっていうことを説明して教えてみたんですけど、でもみんななんかすごいめちゃめちゃこう飲み込みっていうんですかが早くて、なんかすごいで、ね、助かるなって思ってます。そうですね、あとそれぞれのその3人新メンバーがいて、まあ、ゆずちゃん、まえにゃん、ゆりぴんっているんですけど、なんか3人とも個性がいい感じにばらけてるから、なんかすごい得意なこともばらけてるんですよ、面白いことに。だからあ、これはこの子にお任せしたらすごいクオリティの高いものができそうだなみたいなとか、すごいこう最近はめっちゃ分かってきて、一緒に作るのがめっちゃ楽しくて、あとそうですね、今日はすごい進化したんですよ。なんかラックユーの1ページをまず一緒に3人で作ってみたんですね。教えながら作って、それでなんかその後に各自1ページをちょっとこう教えながら、こうお任せしながら教えるっていうか、なんていうんですか、一緒に作ったんですけど、なんかあ次の西日本版はみんなが確実にこう作り上げたぞっていうものが、発売になると思うので、そこはすごい楽しみにしてほしいなっていうふうに、思いますね。なんかすごい編集って大変なこといっぱいあると思うんですけど、でも1ページ1ページを切り取ったら、なんかすごいその1ページ作るまでのストーリーってめっちゃ面白いし、なんかそこにどれだけこう工夫っていうかとか、まあ情熱っていうか、なんか感情っていうか、自分たちの思い入れと、あとそのアイドルさんのなんか伝えたいことをどうこう組み込むかによって、その1ページの出来栄えって絶対変わってくると思うから、なんかそういう部分も含めてみんなで1ページ作り上げるのはすごい楽しくて素敵なことだなと思ったので、今日はなんかユスもすごく嬉しくなっちゃったんですよ。なんかあみんなでやっとできたねみたいな感じになったので、なんかもちろんその一人一人の得意不得意はあると思うから、今後は多分
その中でも作業の中でも誰々はこの担当でお願いしようみたいなやっていくと思うけど、でも今は担当とか決まってなくて、正直新メンバーのみんなはだから同じことを同じペースでやるんですよ。そうするとなんか、まあ、自分も含めてなんですけど、あ、こんなに1ページに対してみんなでこう見合わせながら作るの感覚って今しかできないかなっていうふうに思うので、なんかこの気持ちをお互い忘れずにみたいな、それで西日本版をみんなで作り上げていけたら、めっちゃ楽しいなっていうふうに思いながらやりました。なので、まあ、なんかユスもちょっと勉強を改めてしながら新鮮な気持ちで、編集をしてるって感じです。すごいんですよ、なんか1ページが出来上がったとするじゃないですか。そうするとなんかめっちゃなんか、まあ、ユスは、まあ、今まで何回も作ってはいるからなんか、あ、よかったできた、イエーイみたいな感じなんですけど、なんか新メンバーのみんなはできたらなんか、わーみたいな、すごい感動をしてくれるんですよ。すごいみたいな、今作ったみたいな、でそういうのを見るとなんかユスもめっちゃ嬉しくなってくるので、なんかいい気持ちであのいいものを今作れてる実感があるので、まあ、西日本版は正直ちょっとスケジュール的にはちょっとタイトなんですけど、楽しみながら頑張ろうと思ってます。教えるのも大変ですが、覚えてくれると嬉しいですね。そうですね、それはすごいあります。あ、ケイムさんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。じんちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。そして、あ、辻さんもこんばんは。ありがとうございます。あ、ハマグリアンさん。ラックアイドルフェスのショールーム配信楽しかったです。あ、ありがとうございます。やりましたね。新規はスタジオコースト9時間配信、連続8時間か。そう、やりましたけども。まあ、結構私、そう、出させてもらうタイミングが多かったので、すごい随所随所ですごいたくさん思い出ができたし、あと、まあ、カカロニさんと、あ、MC の。あと、アリネは、すごいずーっと、ね、ライブ配信を回してくれたので、なんかすごい、まあ、みんなね、カカロニさんは、もう、もちろんですけど、アリネもね、すごい面白いトークを炸裂してたので、すごい、全部痛かったなと思いました。あ、ジュンさんこんばんはです。ありがとうございます。よろしくお願いします。そう、そんなありました。そうです、新木場もね、新木場ではみんな新メンバーお披露目になったので、まあ、そこからのみたいな。でもまだ1週間経ってないのか、なんか、ま、めっちゃ濃すぎて、今週下半って言って、その東日本版の、まあ、締め切り全部入稿っていうかデータを送って、まあ、これで終わりですっていう日があって、そこに向けて結構、あれかな、結構徹夜だったので、なんかそれで乗り越えた感覚が大きすぎて、多分私なんか1週間以上経ってるような感覚だったんですけど、まだ全然新規場から1週間経ってなかった。そう、濃かったです、思えば。濃い毎日を今週めっちゃ濃いです、本当に。いや、でも全然すごい楽しかったんですけど、いや面白かったなみたいなありましたね。でもまだ、そうですね、明日金曜日かですね、体感で言ったら来週の火曜日ぐらいわけわかんないですけど、そうなんです、びっくりしました。でも今週はまだまだ楽しいことが続いてて、まあ明日何もないんですけど、明日も何もないんですけど、急遽皆さん、ちょっと告知ですが、10月の、あ、間違えた、もう勝手に10月生きてたけど、9月の29日日曜日に、渋谷でジョーミニでライブが決まりました。でこちらがまだタイムテーブルもらってないんですけど、16時開演なので、まあ、夕方以降の出番になるんですけども、こちらぜひぜひ皆さん、対バンライブ遊びに来てほしいなっていうふうに思ってます。まあちょっとね、急遽になっちゃって申し訳なかったんですけど、でもなんといってもやっぱり10月の13と28日が生誕主催公演じゃないですか、ゆずのね。だからそこに向けて、絶対的にこうアピールをしなんないなと思っているんですよ。そう、やっぱ主催はありがたいことにいっぱいやらせてもらっていて、それは22日の新規バスタジオコースもそうなんですけど、やらせてもらってるけど、
なんかやっぱり私のことを知らない方とか、生誕がそもそもあるってことも知らない方もいっぱいいると思うから、ちょっと外部とか初めての現場に頑張って乗り込んでいって、アピールしてチケットを1枚でもね売れたりとか、知名度を増やしたいなというふうに思っているんですね。はい。で、まあその次の日も実は9月30日は発売記念の主催公演が渋谷クラブエイジアであるので、そこも記念すべきライブだから絶対みんなには来てほしいなっていうふうに今思っております。はい。ゆめみあなこさん、あ、こんばんは、あ、はじめましてということで、初めてなので初見ハイタッチしたいと思います。せーの、初見ハイタッチありがとうございます。29日予約入れた、あ、早い、ありがとうございます。ユスより早いぐらい。あ、ケイさんこんばんは、ユス、ありがとうございます、よろしくお願いします。あ、YM さんこんばんは、ありがとうございます、お願いしますですね。どんどん対バン出ましょう。そうです、ちょっと一生懸命もうね外部に出ていかないと、主催しかしてないのでね、最近は。なので、ちょっといろいろ増やしていきたいなと思っております。そんな感じですかね。あれ、そうなんですよ、もう、9月が終わってしまうから、頑張らないと思いながらも、思いながらもちょっと練習量増やさんなんないし、ちょっと頑張り時ですね、今。10月に向けて。あっという間に1日過ぎてっちゃう。編集してると本当に、仮に10時とか10時半ぐらいまで編集してるとね、ちょっと練習時間もなかなか取れないので、頑張ろうと思ってます。頑張ろう、おーって感じです。関西でも対バン？関西は大阪とかですよね。ユスは行く予定がなくて申し訳ないです。関西の方ですか？あれ、10月5日って場所どこってことで、ついほんとさっきちょっと解禁されたんですけれども、10月5日に実はまた、そうなんですよ、対バンライブが決まりまして、10月5日の会場がですね、まあ、発表しますが、10月5日は福島県での遠征ライブが決まりました。 はい、まあ遠征っていうか、私にとって凱旋なんですけれども、地元福島県でのライブが10月5日に入りまして、こちらがですね、アイドルパーティー in MBL ということで、新しい会場になります。はい。10月5日はせせらぎ小町さん、郡山の、ご当地アイドルのせせらぎ小町さんが、主催する公演がありまして、そちらが MBL っていう新しくできた常設劇場のオープン記念のアイドルパーティーらしいです。そうなんですよ。で、こちらが私は2部の出演となります。2部です。はい。なので皆さんお間違いなくよろしくお願いしたいんですが、まあこの日、多分明日か明後日ぐらいには告知ができると思うんですけども、思わぬ人間が実は同行するんですよ、予定では。10月5日、結構思わぬ人間なんですけども、それが告知できるかちょっと今確認中なので、まあ、確認をしたいなっていうふうに思ってるんですけど、だいぶもちろん10月5日のそのアイドルパーティーさんももちろん盛り上げるし盛り上がるんですけども、なんかね、それ以外の要素でちょっとなんか面白い展開がありそうなので、ちょっと発表できるかどうかを、もしかしたらできないかもしれないんですけど、できるように頑張りたいと思ってるし、できるんであればちょっとそちらの告知もちょっと早い間にしようかなっていうふうに思ってます。いやー、なんか初めての感じです。ちょっと初めての感覚の遠征になりそうな感じがします。でも本当に楽しく、皆さん確実にワクワクすることはもう約束ができますので、10月5日、2部ですね、アイドルパーティー MBL、 ぜひ皆さん福島ゆか予約で遊びに来てください。すいませんが、よろしくお願いします。ただ、その10月5日が2部に出演というのを確定してるんですけど、その前の時間帯に
ね、せっかくだから何かやりたいなって正直思っているんですよ。あのアイドルパーティー夕方なんで、せっかく福島県地元に帰ってきたから何かをやりたいなっていうふうに思ってるから、あの、まあ、もちろんライブ本編は本編なんですけど、まあ、その前の時間帯が空いてる方がいたらもちろんそこもあの開けてたままにしててほしいなっていうふうには思っております。はい、そんな感じです。はい、ニヤニヤって感じです。でもう一個告知が会見になったということで、10月の12日に、イベントが入りまして、こちらがこちらも福島県の郡山市の MBL さんでの、公演が決まりました。でしかもこちらも実は2部の出演なんです。ライブ自体は1部2部3部あると思うんですけど、こちらの2部に出演ということになりました。はい、で、でもこの日もその前に何かしらがこう多分入るんじゃないかなっていうのはあるので、やっぱり12日も土曜日1日空けててほしいなっていうふうに思っております。はい、なんですが、まあ私10月12日はあの誕生日当日なので、あの一人でも多くの方に会いたいなっていうふうに実は思っております。楽しいことができるように、企画したいと思いますので、まあもちろんライブにが本編ではあるんですが、その前の時間帯もなんか皆さんに開けててほしいなっていうふうに思ってます。ちなみに10月12日に遠征するのは私一人です。はい、お一人様です。はい、なので、はい、こちらもどうかよろしくお願いします。はい、って感じですかね。新しく解禁になったのは即日解禁と言われましたので即日解禁をしてみました。そんな感じです。はい、生誕ですね。あ、福道さんこんばんです。そう、リアル生誕です。5と12が福島ですね。はい、そうです、そうです。5日福島市郡山、郡山ですね、郡山市です。私もその会場に実は行ったことがなくてですね、土地勘はもちろん地元だからあるんですけど、どうやって行くのかちょっともう一回あの調べないとって感じでしょ。5日は仕事。大佐さん仕事なんですか。そんな、仕事2部は何時から。2部はちょっと待って、私の公式サイトをちょっとご覧ください。ちょっと自信がなくなってきた。あの5日と12日がこっちになってしまったらあれだから、そうですね、ライブ前の予定については いつ頃わかるんですかね。あの今調整中なので、多分そうだな、今週中かなとは思います。多分ですが、そうなんですよね。私もそこははっきりとちょっと言えないのが申し訳ないんですけれども、はい、5日ソロ遠征、そして12日ソロ遠征、それぞれありますのでぜひお願いします。でもちろん10月の13日は皆さん一堂に会して、アイドルもね一堂に会し、生誕の主催公演が2公演ありますので、どうにかこうにかよろしくお願いします。なので私は今月だいぶ福島県に行きますね。5日もそうだし12、13もそうだし、そうですね、他ちょっとお仕事があって福島県に帰る機会も中盤か後半にあるので、だいぶ福島県勢になりますね。はい、ダーカズさん、あ、こんばんいす、ありがとうございます、よろしくお願いします。ちょっとなんかいろいろ今告知しちゃったので、ちょっと皆さんまとめないとな、ゆずもちょっと分かりやすくまとめたいと思います。とりあえずまとめると、9月の29日今週の日曜日が渋谷デスを見に、で
9月30日がラックユーの発売記念の渋谷クラブエイジア、そして10月の5日が郡山の MBL アイドルパーティーで、10月の12日も MBL のアイドルパーティーでしょ、お互い2部じゃん。で13日が私の生誕主催公演、生誕祭ですっていう感じです。今言ったことはなんてちょっと紙にまとめますあ、細道さんこんばんは。こんばんです、ありがとうございます、お願いします。29は回す方いてがあれば助かる。タイムテーブルは来たらちょっと貼りたいと思います。はい、ということでちょっといろいろ喋っちゃいましたけれども、ちょっとお時間が近づいてきたのでそんな感じでいきたいと思います。はい、うん、あーごめんなさい、みんなコメントたくさんもらってたのに全然呼べてないや。郡山駅を出て17号を右、病院の先のスタンドの先建物の2階。待って、福光さん分かった、ちょっととりあえずその MBL の行き方をまとめます、ありがとうございます。はい、すいません。ということで11時だ、皆さん今日も遅くまでありがとうございました。また、ショールーム配信をしたいと思いますので、その時にはですねぜひまた参加してください。ということでありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。